こんにちは、佐々木です。本日はメルカリ。漫画を売りたいと思っていますが、発送方法がわかりません。おすすめの発送方法を公開します。というテーマについてお伝えします。それでは、早速いってみましょう。はい、えー。この動画では、視聴者様から質問がありましたので、ぜひお答えさせていただきます。メルカリを漫画で売ってからなんですが、 発送方法の、ね、詳細がわ、えー、からないということなので、ぜひね、まあ説、説明の方をですね、させていただきます。はい。はい。えー、っと、視聴者様はファミリーマートから発送希望ということなので、楽々にメールカー便ですね、えー。こちらの方を利用していただくようになる、とのことでした。なので、まあ、単純にですね、えー、っと説明のをさせていただきます。はい。えー、っと、一冊の場合はですね、まあ、ネコフォスですね。 ま、これで利用していただければですね。まあ、全国一律195円で発送ができます。はい。で、3冊間4冊はですね、宅急便コンパクトですね。こちらを利用してください。で、まあ、合計なんですけど、全国一律で380円ですね。プラス、元箱代がかかりますので、60円ですね。まあ、合計445円ですね。これで発送が可能です。はい。え、その後はですね、ヤフネコパックになりますね。 60サイズの箱で600円、80サイズで700円ですね。で100サイズで900円と、どん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 、まあ、こういった感じになっていきますので、ぜひね、あのこちらの方を参考にしていただければ、メルカリで発送ができますので、ぜひ、えー、っと、利用してみてください。LINE 登録お願いします。LINE 登録していただきますと、30分無料コンサル、10万円稼げるママニュアルをプレゼントします。ニックネームかスタンプお願いします。 それと、ゼロ2テーマコミュニティですね、始まりました。えー、こちらですね、LINE 登録後にですね、ゼロ2テーマコミュニティに参加したいとメッセージをください。ぜひね、あの、紹介をさせていただきます。すべて無料です。あと、YouTube が質問一切受け付けていません。えー、LINE ですね、登録後にですね、質問がある場合は、え、連絡をお願いします。その際ですね、えー、ぜひね、あの、回答させていただきますので、よろしくお願いします。本日は、 最後見ていただきありがとうございます。番組登録お待ちします。よろしくお願いします。ありがとうございました。